ワイオークは中華人民共和国河南省に位置するし、かつく、地球市の周口市に属し、地域の東北部、河南省でも東の方に位置する。総人口は129万人を超える。かつてはアテオカ、鎮州、鎮と呼ばれた。河南省の東部に位置する。砂ナ川の北岸にあり、地勢は平坦で主な用途は高地である。主な産業も、 農業で小麦やトウモロコシ、綿花などを栽培し植物油生産や畜産業が盛ん。湾洋周辺は、北は大野安市県、東は鹿湯県、丹城県、陳急県、南は工条市、西南は小水県、西は青果県と川木区が隣接する。年平均気温は14.8度で、年平均降水量は726.5ミ、mm、リメートル。 温帯の大陸性気候である。無双期は年平均215日。上格都市であったワイオウ県城は周囲すべてを竜湖という大きな湖に囲まれており、伝説ではふっつぎは湖に囲まれたこの城を落と,としたという。現在でも継承地となっている。ワイオは大門港文化や立山文化など港が文明の中心地にあり、歴史は古い。伝説では ふっと神脳がこの地にとおき、神脳が鎮という名を使い始めたという。ふっを祀る、両病の大野広史料は、春秋時代から存在し、東代以降、病の建設が進められ歴代の皇帝が多くの寄進を行ってきた。青春代にはこの地はアテオカと呼ばれ、鎮国の首都となっていた。春秋時代には隣接する大国の祖国に圧迫され、紀元前479年、 その慶応によって、ついに滅ぼされ、陳権が置かれた。以後、亡国の民となった、陳国の人々は、陳氏を名乗るようになっている。新朝において、陳軍と改名されたが、はたまきに、陳将らが大規模な農民反乱である陳将、五皇の乱を起こし、陳朝で、長素愛を建国した。前官は、賃王国を設立し、ここから、現在の賃王の名が誕生した。 もっとも、漢以後の政権は主に、神があるいは、頭痛丘の名でこの地を呼んだ。古い漢語では、頭痛とはくぼんだ平地を指し、今日の盆地に相当する概念である。頭痛丘の名称は、盆地の中の山というような意味となる。現在の愛用区は、神の陽精12年に設置された純霊剣が元であり、1913年、中華民国の時代に、愛用剣が設立された。 2019年6月27日に、四角区のワイオークに改編された、鉄道道路、ありがとうございます。